主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通誌日本の交通誌街道、北国西街道、谷街道東海山宿東海山宿増紙館、東海山宿は、北国西街道の、あらゆうま宿から10番目の宿場である。また、また、北国西街道と、谷街道との分岐点である。現在は、長野県千曲市東海山に相当する。 東海山郵便局、谷街道を東海山起点とある。戦国末期の定石であったが、江戸時代には、全光寺へと至る、全光寺街道最大の宿場町の記録で、焼かず436件、人数1625人として、また五福土屋を中心とした、小取引の町としても栄えた。全光寺同盟書杖によると、1ヶ月に9回の死が、立ち、 商人多く、やかずも五百件ある、半盛の地と記されている。また、北国西街道と、谷街道の分岐点であり、現在東海山郵便局前に、品のロマン街道の起点を示す標識がある。そして、近隣には、街道最大の難所である、猿ヶ万馬峠の東側山麓にある区は原宿、北品の随一の八万宮として知られる、武水別神社。 三大長谷寺に数えられる長谷寺などがある。東海山塾本陣松木家救五副将三丹東海山塾の歴史は比較的新しいが、武水別人社神館松田家に伝わる1484年奉能の歌集とされる文書が1995年に発見された。この中に付近の地名を織り込んで、若宮や、 八幡などとともに、稲荷山と読まれた歌もあり、これ以前から、地名は存在していたものと考えられる。また、甲州流追記術の特徴を示す、馬出し工事の地名があることから、武出し支配の時代にも、城塞として使用されていた可能性を伺わせてもいる。1582年に、荒戸城の首相や城氏が、徳川方へ裏切るのを懸念した。 上杉景勝により東海山城が築城された。この際に、町割り及び天馬制度が敷かれたことから始まったとするのが定説。天あたり河原と言われて七戸が住んでいた、この地に、味方へ出撃できるよう、上杉景勝が築城。その縄張りをしている最中に白い狐が現れて、湯の先山に姿を消したことが、地名の由来と伝えられる。 近世早くも、慶長年間には、宿場町の体を成していたと思われ、1614年に、松本盆地の郷原宿から、尾身宿までの北国西街道が整備され、東海山宿も北国西街道の宿場として、正式に組み込まれる。当初の町割は、北から、新町、五日、町、横町、柳町の四町で構成され、横町の位置には、 マス型が設けられた。後に、新町が荒町、五日町が中町、柳町が八日町に改められる。それ以前は少し南にある山沿いの桑原宿が宿場としての役割を果たしており、この時期に荒井馬宿から、篠の岩岩家宿までの街道が成立している。1847年の全校寺大地震では、地震に伴う火災により、市街地が、 ほぼ全焼する大被害を受けた。その8年後に母親を伴ってこの付近を通過した、清川八郎は、善光寺の町はさすがに復旧が進んでいたが、他の地域については、未だ寂しきありさまと記している。そして10年後の1858年に作成された、稲荷山村県知恵図には、街道に沿って北から荒町、中町、下洋歌町、本洋歌、 超、上8日町の名が見られ、現在の区名に近い町が再建され、さらに明治期以後には、長野県随一のショートとなったことがわかる。近代以降、江戸時代末期から明治期にかけては、眉や木糸、木の織物などを扱う北信の随一のショートとなった。現在長野県を代表する、地方銀行である82銀行の前身は、 第63国立銀行開業、長野、松城地方と、第19国立銀行開業、上田地方で、このうち、第63国立銀行の本店はもともと、松城町であったが、1891年の、松城の大化で、経営難に陥り、当時の東海山銀行の支援を受けて、東海山町に本店を移した経緯があり、ショートとしての存在感が、 いかに大きかったかを示している。その後、JR の東海山駅が離れた場所に作られたこともあって衰退し、昭和教皇により商業地としては完全に没落するが、それゆえに現在も王子の面影が色濃く残っており、特に1847年5月8日の全校寺王地震後に建てられた土葬群にちなみ、近年、 蔵の町としての町づくりが進められている。町の中央部を通り抜ける街道が途中で折れ曲がる、鍵の手や、水路などの金銭以来の地割りや建物が残っている、ことから、2014年12月10日付で109、地区目の重要伝統的建造物群保存地区として、選定された。長雲寺東海山塾増紙館、暮らしの資料館十日山駅。ありがとうございます。